ビシェグラードグループの3カ国、ビシェグラードグループ、またはビシェグラード4カ国は中央ヨーロッパの4カ国による地域協力機構。ビシェグラード諸国、または頭文字から略して V4 と表現されることもある。V4 は1991年2月15日にチェコスロバキア、ハンガリー、ポーランドの3カ国がハンガリーの都市、 ィッシェグラードでの首脳会議において設立された。これら諸国は伝統、文化的に禁煙であることもあって、各国の友好、協力関係を進めること及びヨーロッパ統合の進展等を目的としている。チェコスロバキアは1993年にビロードリコンより分離したが、チェコとスロバキアの両国ともグループのメンバーとなった。 これらの4カ国は2004年5月1日に揃って欧州連合に加盟している。3カ国と各言語での表記は次の通り。ヤギエウを超4カ国1335年に、ハンガリー王カーロイ一世、ポーランド王カジミエシュ三世、ボヘミア王ヨハンがビシェグラードで会議を持った。これにちなんでビシェグラードが百九十一年の 首脳会議の開催地に選ばれ、グループの名前となった。1335年の会議では、ウィーンの特権校を迂回する新しい商業ルートを作り、ヨーロッパ市場へのアクセスを容易にすることが合意された。1335年には何らかのグループが作られたわけではなかったが、1339年の会議では、ポーランドの時代の王を選ぶ取り決めが交わされた。 カジミエシュ参世は男子を残さずに没してピアストアサの本家筋が耐えるが、後の15世紀に入ると、ピアスト家に代わって、ポーランド・リトアニア連合の君主を出すようになった、ヤギエウオ家出身の人々が、ポーランドやリトアニアだけでなく、ボヘミアとハンガリーの王位にもつくようになり、この地域全体の人々が、ヤギエウオ家を見越しに担いで広大な王朝連合を築いている。 その後1572年に法的国家連合であるポーランド・リトアニア共和国の成立を実現したポーランドのジグムントに西洋が男子を残さずに没しこれによってヤギエウオ家の本家筋が絶えるがポーランド王国の政務がトランシルバニア公のステファン・バートリを招き自由国王選挙の制度をもってポーランド王に据えるなどこれらの国々の政治的交流は非常に盛んであった 一方この時代のボヘミアはドイツ系のハプスブルク家の支配下にあった。ビシェグラードグループの4カ国のうち経済危機の状態にあるハンガリーを除くポーランド、チェコ、スロバキアの3カ国は経済規模に対する対外債務総額や外貨準備に対する短期対外債務特に実際に借り換えの手続きが必要な債務の割合が非常に小さいなどヨーロッパの 元共産主義の国々の中では最も経済基盤が強く2008年から始まった世界的な金融危機においても状況は比較的安定している。特に人口が多く内需の強いポーランドの経済は国外発の不況をうまくかわしており2009年はヨーロッパ諸国のうちで唯一プラス成長をした。グループの議長国は毎年6月にチェコ、ポーランド、ハンガリー、 スロバキアの順で交代する。グループの株組織として1999年に設立された国際ビシェグラード基金があり、本部はブラチスラバに置かれている。各国首相の決定により、2005年から年間300万ユーロの予算を持つことになった。ビシェグラード奨学金プログラムは4カ国の大学院生の研究に、 基金からの奨学金を与えており、徐々に規模を拡大している。2005年には4カ国の大学で学ぶ32人のウクライナ人の大学院生にも奨学金を与えた。2002年、ハンガリーの発案でエネルギーに関する専門家会合が設立された。専門家は年に12の4カ国の首都で会合を持ち、グループの議長国が会合の議長も兼ねる。 2006年4月、会合がプラハで開かれ、閣僚レベルで交渉された事項について4カ国のエネルギー省に勧告を出した。2004年に実現した EU 加盟により一時はビッシェグラード連合の活動が衰えたが、近年は経済や安全保障などにおける連合加盟国の EU における協調行動の意義が見直され、その活動は急激に活発化しており、人の交流は 非常に盛んである。現在は、小 EU 的な国家連合の色彩を帯びるほどまでになっている。2003年8月の小泉首相によるチェコ及びポーランド訪問、2004年10月のハンガリー首相、法日時に、日本と V4 との間で、V4 日本隊は、協力を推進していくことで合意した。また、アソン外相が2006年11月に行った、 公園でも V4 との協力が言及されている。さらに、麻生首相は2009年5月に、ベルリンで行った政策スピーチの中でも、自由と繁栄の子に基づき、V4 との協力を強化していく考えを表明した。現在では、外省、高級事務レベルの対話に加えて、観光、経済、投資促進、経済協力等の分野において、V4 日本協力が進められている。 2011年には第4回 V4 日本外相会合が行われており、また2013年6月には安倍首相がワルシャワを訪問し、初となる V4 日本首脳会合が行われた。ABC 外務省。ビシェグラード4カ国の概要。2021年2月23日閲覧。チェコ共和国。チェコ共和国とビシェグラードグループ。 2016年7月2日閲覧ビシグラードグループ公式サイトアバウトザ・ビシグラードグループ2016年7月2日閲覧ありがとうございます